まずは初めにチャパンペットムエタイアカデミー結城正人選手の登場です。はい、それでは結城選手ご着席ください、そして得点トップのチームドラゴン匠選手の登場です。はい、それでは、明日公式戦最後となります、軽量両選手とも1回目でクリアしております。まず結城選手から、現在のお気持ちと明日への意気込みを簡単にお聞かせください。しっかり倒します。はい、それでは対します匠選手お願いします。そうですね、明日はまあ普通に、結構島田選手のことみんな倒してるんで結構プレッシャーあるんですけど、まあでも僕今回一番練習してきてるんで、まあ普通に倒して勝ちます。おっす。はい、それでは記者の皆さん、両選手に、ご質問お出ましたらお願いします。特によろしいでしょうか。あ、ございますか。はい。まああの、じゃあ匠です。その今回こういう状況でまずリーグ戦最終戦を迎えて。まあ、どんな気持ちで明日の試合戦いたいのかということと、結城選手の逆転優勝ということについて、まあ、どんなことを考えているのか教えてください。はい、それでは、質問いただいた順で、匠選手からお願いします。質問なんて質問でしたっけ。あ、次、試合でもし自分が負けて結城選手の記憶が逆転優勝という状況になりますので、そういった状況でお願いします。あ、そうですね、まあ、正直結城選手と鈴木選手の試合に関しては、まあ、ぶっちゃけ僕結城選手のパンチが当たれば多分鈴木選手倒れると思うんで、まあ普通に僕の試合の前で多分9点で並ぶだろうなっていうのはまあ8割ぐらい、まあでも僕は普通に島田選手に勝つんでそこはもう関係ないですね。まあ、島田選手ももう普通に失うもんもないし、普通にもう多分過去最高の動きをしてくるっていうのも自分はそういうふうに思ってるんで、もう慣れてるわけじゃないんで、本当に島田選手のことすごい若いのに強いと思うし、まあでもしっかりそこは僕が勝って来年チャンピオンになります。はい、それでは結城選手お願いします。明日は倒して、さっきも言ったんですけど、あとはもう鳴るようにしかならないんで、とりあえず明日倒すだけです。はい、よろしいでしょうか。ではご質問は以上とさせていただきます。はい、それでは写真撮影はなしで、はい、このまま両選手ご退場ください。